たちの気持ちが伝わるといいなってちょっと思います。そうね、うん、そう、大事な人にはできれば天寿を全うしてほしいよね。そうですね。ね。というわけで清瀬アリスの出演者でした。ありがとうございました。その感じ帰り将来国分間の糸地にも感じ明日に投げて立つ英人確認大流行の字百王子に小津岬通称寺に金剛城高の峰大日寺国分天楽地区林全部寺石鹸台まで清武寺アスファルトの支援
ぜひあの応援したいものやとかってあげてください、その中にレポーターじゃないのに入れるのは悪いなと思ったので、ガチで海で弾く、あのこれ高知の海で弾いてもらったんです、ギターを。それちょっと歓喜したのでプレゼントします。はい、いつもありがとうございます。幸せ。